私を呼ぶのは。おはよう。何部屋で暴れてんだ。暴れてないもん。それにしちゃバタバタうるさかったぞ。普通に歩いてただけだもん。お前が歩くだけで怪獣がカッポしてるような音がするのかな。さくら怪獣じゃないもん。この意地悪なのが東野お兄ちゃん。どこ行ってもタイヤこれ、これやこれやこれやがな。で、他のカードは。私がウィンディって呼んだら、はあ、いきなり風が起きて、はあ、全部飛んでちゃった。そうか。楽しいお話ありがとうございます。そろそろお時間となってしまいました、はい、ありがとうございます。では名残惜しいですが、キャストの皆様から今日のご感想なんかいただけますでしょうか。奥の方からお願いします。はい、今日は素敵なイベントに呼んでいただけてありがとうございました。この作品が本当に心から愛されている作品なんだなと。というわけで、千歳ちゃん、君に決めた。よろしく、メカワンコ。やったね、千歳くん、ヒロインゲットだぜ。で、これ原作ね。私、あんまりラノベ読まないんですけど。大丈夫大丈夫、読まなくたって才能さえあればオールオッケー。才能ある。千歳くん、可愛いし人気出ると思うんだよね。可愛い。マチルダ2、4両。チャーチル1両前進中。さすが綺麗な隊列を組んでますね。あれだけ速度を合わせて隊列を乱さないで動けるなんてすごい。こちらの鉄鋼弾だと正面走行は抜けません。そこは戦術と腕かな。はい。敵は5両が前進中です。先ほどの打ち合わせ通り、私たちがおとりとなりますので、皆さんは例の峠で待機していてください。これよりコソコソ作戦を決行します。はーい。私たちは攻撃を仕掛けて相手を誘い込む予定なんだけど、うまくいくかな。もし負けたら暗号踊りだしね。お前ら何度言えばわかるんだ。白川、髪は黒、ピアスは禁止。晒すな。シャツは第二ボタンまで。ベルトは腰で締めろ。黒崎、靴のかかとは踏むな。これが見本だ。出直してこい。おい、何があった。別に、告白断ってるだけだ。またお前か、薄い匠。やたら女を泣かせている男。もうちょっと言い方を考えろと言ってんだろ。今度泣かせたら承知しねえぞ。あのセリフなんか、いつまで経っても馴染めんな。生徒会の仕事で時間足りないし、これぐらい割のいいバイトじゃないときついんだが、こんなのもし学校の奴らに見られたら。わお、こりゃびっくり。会長だ。肉のないチンジャオロースなんてな、チンジャオロースとは言わねえんじゃねえのかな。いや、言うね。言わねえよ。金がないときは言うんだよ。こないだの賞金100万ウロはどこ行ったんだよ。お前が壊した機体の修理と、お前が壊した店の修理と、お前が怪我させた警官の治療費でパーだ。返してもらおう。返すとあんたには借りがある。目に頼りすぎなんだよ。カメレオンじゃねえんだ。天使学校首席卒業、天魔ガブリールホワイト。はい。卒業おめでとう。君は天界でも稀に見る才能の持ち主だ。期待しているよ。ありがとうございます。
やつの名はガブリール。ていうか同じクラスじゃない。よく学校休んでるから気づかなかったわ。遅刻、授業中にゲーム、教科書への落書き。私が高みを目指すには超A級悪魔行為をこともなげにやらかすあいつを上回らなくては。そう、例えばガブリールが座ろうとしたところで椅子を引く。ま、私が天使っぽくないのは分かってるんだけどね。分かってはいたんだ。でもさ、ビーネは自分が悪魔らしくないって自覚ないでしょ。いや、そんな顔されても。たまへんが真面目で世話好きで、困ってる人がいたらほっとけないところとか。タルママと校長先生や本校に多額の寄付をいただきありがとうございました。娘たっての希望でしたので、あの子はこの学校が大好きでしたから、たとえ自分がアリス学園に行ってでも守りたかったんだと思います。あの子がアリスだと分かった時点で、いずれこの日が来ることを覚悟していましたから。じゃなくて天賦の才能。この学校は個性的な天賦の才能の持ち主が集まった究極の一芸入学の学校ってとこかな。うちにもその天賦の才能があるってこと？ Maybe, of course. かくいう僕にもね。期待されると言いにくいな。早く早く。理事長室はあっちか。にしても広い学園だな。理事長の秘書の才川と申します。それではご案内いたします。はい。もういいじゃ。こら、お礼も言えなかったけど、俺たち歓迎されてないのかな。龍一様、小太郎様、お車はお出しできませんのでどうぞ。大丈夫です。赤ん坊の世話も俺したことはありますから。あ、そう。じゃあ俺本当に帰っちゃうけどいい？はい。本当に？もちろんです。あ、そう。お願いしてくれりゃいてやったのに。似た者兄弟だね。まったく。全てが終わってしまった日の前夜、僕は夜更かしをした。なんだあれ、不審者か。何ですかあなたは。妙なことはやめなさい。まあまあ林先生、任せてください。ちょっと手島先生、過剰な暴力は。助けて。無駄だ。近くにいない自衛隊がわけもなく飛んでくるもんか。きっと特別な任務を与えられているのさ。俺たちを助けてる余裕なんかない。あれを見ても放てるんだ。走り回って逃げられる外ですらああなんだ。隠し事は何ですか？そのパンドラの箱はメジャーな観光地、駅の裏手。何のためにここを漫画家の仕事場っぽくなくしていると思う。万が一姫がここに来て父親が下ネタもりもりの恥ずかしい漫画を描いていると姫に知られたらどうする。心を閉ざして何を話しても。言いたいことがあったら漫画で描けよとか言われたらもうパパ生きていけない。ダークファンタジー任せてください。作家の描きたいものを描かせないのが編集の仕事です。描きたいものを描かせないのが編集の仕事とは、ヒットした作家の次の作品に多く書きたいものを書かせた結果、独りよがりになりすぎて失敗することを戒めた禁言である。
六校に世界中からよりすぐられたジェネステラが集い、一年に一度その覇を競う。それがフェスタです。人類の核心たるジェネステラ同士の戦いは世界中の注目を集める一大イベントであり、そのためにアスタリスクがあると言っても過言ではないのです。しかし近年我が学園の成績は芳しくありません。もう怒ってない？まあ怒っていないこともないが、助けてくれたのは確かだからな。だから今度のことは貸しにしてくれていい。貸し？ああ、要請があればいつだだけ力を貸そう。だがそれ以外で慣れ合うつもりはない。新暦71年、後に第三銀河帝国始まりの年と記憶されるその年、人類はその生活圏を地球の外へと拡大しつつあった。ダイソンスフィアの開発が宇宙進出を加速させ、見つけたらしろ。あるぞ。まだ分かんねえぞこれ。やれるぞ。私はそのまま行け。一気に決めろ。こっからこっから。随分な騒ぎだな。大食い勝負でグラウンドの取り合いだそうです。勝ち負けのない世界なんて幻想だった。誰なんだ君は。ドルシア軍特務隊エルエルフ。人を好きになり、僕と付き合ってください。告白し結ばれる。それはとても素晴らしいことだと誰もが言う。だがそれは間違いである。恋人たちの間にも明確な力関係が存在する。男女で見に行くと結ばれる映画に私と会長の男女で行きたいと。あらあら、まあまあ、それはまるで、まるで告白のようではないか。白金突然の窮地。恋愛関係において好きになった方が負けは絶対のルール。プライドの高い両者において自ら告白することなどあってはならないのである。俺は哀れまれている。屈辱受け取らん。俺は断じて受け取らん。そんな高級なものを譲られても返せるものがない。戦うならいいのに。カズヤさん、痛くない？頭大丈夫？ああ、もう悪口に聞こえて仕方ない。私立百花王学園、創立122年を迎える伝統と格式を誇る学園。決を覚悟しなければ人は騙せませんよ。変な言いがかりはやめてもらえる？勝負をうやむやにしようってつもりなら。いえいえいえ、そんなもったいないことするわけないでしょ。だって面白いのはここからですもの。なんなんだこいつの余裕は。まさか私に勝てる確信でもあるのか。私の負け分は差し引いて880万円。支払いよろしくお願いします。なんでこんなことになった。ちょっと借金を背負わせればそれでよかったのに。なんで逆に880万も任されている。なんだよ、なんなんだよこいつは。支払っていただけますね。移動は全て足だ。あ、は？この10人で頂点を目指そう。誰でも一度ぐらいは目にしたことがあるだろう。正月雑煮を食いながら出よう、みんなで箱根駅伝に。ここは関西大学陸上部の部員寮、つまり君たちは関西大学陸上部の所属部員というわけだ。してない、してない、してないぞそんな手続き。ここに入居したことがその手続きだ。早急のごとく澄み渡った瞳、それはコントラクターの証。風の精霊王より大気のすべてを委ねられし者に押された風のスティグマ。
じるかどうかはお前の自由だが。じゃあ犯人は誰だって言うのよ。俺じゃない、風術師。あとは自分たちで調べろ。しかしなんつうか、カンナギの次期宗主がこの調子じゃ一族の未来も暗いな。大きなお世話よ。あんたにとやかく言われたくないわ。だいたいカンナギの者が風術師になるなんて恥ずかしくないの。別に気合の入ってるとこ悪いが、また今度遊んでやるよ、綾乃。ちょっと待ちなさい。勘違いしないでくれよな。あんたのためなんだからな。別に俺は金に目がくらんだわけでもないし、四季崎の刀の毒が回ったわけでもないし、ましてや幕府のためだなんてこれっぽっちも思っちゃいねえ。ただあんたのためにしたくなっただけなんだからな。俺はあんたに惚れることにしたよ。ヤスリ七が、お前に指示を出しておくことが4つある。4つか、聞こう。まずさっき言ったことだ。刀は折るな。了解。俺は刀を守ろう。2つ目は私を守れ。四季崎の刀集めが目的といっても私が死んでは何にもならん。了解。俺はあんたを守ろう。三つ目は、新人の件、今日からだからな。わかりました。ねえ君、その水着どこで買ったんすか。デザイン超可愛いっすね。うつうつします。わあ、君超可愛い。君大胆すぎ。私 OT よろしくね。 OT さんよろしくっす。これは。なんだ。一遍死ね。え？死ねばわかる。え？何のため。
その瞬間、俺は後悔した。これでこの世とお別れだ。もったいないな。死ぬ気になれば京子ちゃんにだって告白できただろうに。初代ボスは引退して日本に渡ったんだ。それが妻のヒーヒーヒーじいさんだ。つまりお前はボンゴレファミリーの血を受け継ぐ歴史としたボス候補なんだぞ。そんな話聞いたことねえぞ。心配すんな、俺が立派なマフィアのボスに教育してやる。何を勝手なことを。クラスと名前は？はい、2年 B 組アリエススプリングです。趣味はポエム、特技は一度会った人は忘れないこと、性格は空気が読めないってよく言われるんですけど、自分ではよくわかりません。自己紹介今いいから。てかそういうとこだよ。何なのあの子。今現在この船は5012光年離れた宇宙にいる。5012光年。なぜこんなに遠くにいるのかはわからん。だがこれだけ離れた場所となると捜索は絶望的だ。宇宙キャンプ日誌アリエススプリング。彼女とうまくいってるんだ。はい、実は俺この大口の商談が決まったら彼女に結婚を申し込むつもりです。おお、そいつはおめでたいな。これは恋愛フラグ。そうか、折れないなら立てればいい。死亡を上回る生存フラグを。恨むなよ茜。荒良木先輩、交差点の信号が全て赤になる瞬間があるのをご存知ですか？うん、なんだそりゃ、業者さんに点検でもされる時か。いやいや、もっと頻繁にあるんですよ。助けて、信右衛門。なんじゃその軽くありそうな名前。残された夏休みはたった2時間。おい信右衛門、タイムマシンを出してくれよ。ちょっと昨日に戻ってくるから。藤子先生風にもじるのは構わんが、お前様よ、忍をノブと略すのはやめ。じゃあ忍、タイムマシンを出してくれ。出せるか。いや、タイムワープって大きく分けて2種類あるじゃん。つまり本人がいるタイプと本人がいないタイプ。なんじゃ、高校の教室におけるお前様の立場みたいなもんか。僕はいつだっているよ。つまりだ、僕が家に帰れば昨日の僕ってやつがいるのか、それともここにいる僕がすでに昨日の僕なのかって話だ。寝るな。ふん、よくわからんが。もし神様が本当にいて何でも願いを叶えてくれるとしたら、人は何をお願いするんだろう。サマタロウが何のためにこの世界で暮らしてると思ってるんですか。普通の人間の暮らしを体験して立派な神様の後継ぎになるため。だったら奇跡なんて使っちゃダメでしょ。転校生か。サマ太郎、女神様たちと暮らしてるんだよ。普通の女の子に興味なんて持てないよね。ましてや天使の私なんか。久美子です、よろしくお願いします。あの子綺麗だ。あの子綺麗だ。おい、
日比野さん、日比野、バカ、お前日比野さんになんてことを。なんなのこれ。神様、それはそれとして、さっきみたいないたずらはもうやめてね。お姉ちゃん本当に怖かったんだから。あれは間違い。え、出す場所間違えたの、わざとじゃないよ。はあ。そうなの。もはや満杯だ。この世もすぐに行き詰まる。ああ失敗した。そう言って神様がこの世界を捨てた日から人は死ななくなりました。心臓が止まっても、肉が腐っても、死者はうごめくのをやめませんでした。そんな人々を助けるために神様が最後の奇跡として使わしたのが墓守り。あ、僕今着いた。うん、大丈夫だよ、地図持ってるから。ただの探偵じゃない、ニート探偵だ。調布と田園調布くらい違うから気をつけたまえ。ただの探偵は聞き込み、張り込み、歩き回って足で情報を稼ぎ、探し物を見つけ出す。ニート探偵は部屋から一歩も動くことなく、世界中を検索し、真実を見つけ出す。ネット依存症の引きこもりじゃないか。今君はそう思ってるね。真の探偵は女子高生桃園奈々美。この物語の主人公、本来ならこのようにはつらつとした美貌の持ち主であるななみちゃん、今はこう大変お使いのご様子。それもそのはず、ななみの父はギャンブル大好き、借金だらけの台所、そりゃあこうもなる。あら、よし、いた。草むしりもまともにできんのか。まったく使え娘だな。何よ、出てったんじゃないの。お前に土地神など務まるものか。根を上げる前にとっとと家に帰ったらどうだ。帰るとこなんてないよ。ん、父親の借金で家もとっくに没収された。つまらん意地を張って死ぬつもりか。結ばれませ、さすれば。巴、私を助けろ。三井ちゃん、ん、私神様になっちゃった。何の。わかんない、昨日の夜なったばっかだから。ん、お供えいらない。神様が好き嫌いしちゃダメでしょ。で、今日から私たちは心の友よ。よろしくね、ユーリエ。私も気づいてたわ、うん、今日のあなたは一味違うって。わかったの。三枝さんち神社だしね。うん、宿題忘れて立たされたあなたは昨日とは違う神々しさに満ちていたわ。ふん、神々しかった。私ふん、堂々とはしてたけど。何を望むのか。名誉とプライド。塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。神になれる。これは
星を見たくて塔を登る少女ラヘルと、そんな彼女がいれば何もいらない少年夜の終わりと。さーて、とりあえず最初のテスト始めちゃいましょうか。ルールは簡単。ここにいる選抜者は全部で400人。その400人を制限時間内に200人に絞っちゃってください。手段も方法も自由。選抜者の数が200人になった瞬間にテストは終了します。何あんた。抵抗しても無駄だよ。バッカじゃないの。ベーだ。落ち着け、槍に飲まれるな。まずはセーブを。よし、整理しよう。まずお前は何者だろうか。私、エリュシア・デ・ルート・イーマと言います。みんなはエルシンと呼んでます。地獄から派遣されたかけたま隊の悪魔です。僕にリアル女を落とせっていうのか。ええー、まあ口づけ程度でいいので。バカ野郎、お前はとんでもない勘違いをしているぞ。僕はリアル女と手をつないだことすらない。僕の世界にはゲーム女子しか必要ない。アイアム花子、You are my friend. You are my friend. ねえ、西方。何してんの？何、高木さん。別に。何も。やられた。西方、ほんといい顔するよね。しかも思い通りの行動するし。そんなだからついからかっちゃう。僕はサーカスが好きだ。みんなを感動させ、笑顔にしてくれるから。でも、僕は知らなかった。うわ、無事だったんだね。お待ちください。何者だ。外人か。銀色の目、髪の毛まで金色だ。いや、そんなことよりこの女、俺を敵みたいに見やがって。俺はこのサーカスのバイトよ。まあ、それを見放したらネズミが悪いからな。俺は自分のことしか考えてねえの。それにな、お前の捨てゼリフが気に入らん。俺の日常は安全なんてもんじゃねえ。それをお前に言いたかったのよ。いいか、俺は病気で。空いてる。こんばんは。相変わらず気だるそうだね、シキ。はい、これ冷蔵庫。鍵くらいかけとかないと。まったく不用心なんだから。前にも言っただろ。勝手に入ってきて構わない。前にも言っただろ。才能はママが立派に継いでるんだし、私はケンジ、カッキーとホッチーはまあ中の未来に向かって突き進むってことで。
そんなに向上心のない生き方だから誘拐なんてされそうになるんです。むちゃくちゃ。そもそもガリレオは振り子の当日で。ママ、エンジンかかっちゃった。ごめんなさい、いつか弁償します。外部音声にしないと聞こえないよ、ホズキちゃん。今日は見逃してやる。今日だけ見逃してやる。またな、ラミナ。いつかあんたを起訴してやるから。ホズキ。しまった、いい筋肉だ。何するんですか、やらしい。何？気をつけろ。は？話をごまかさないで。あんた以外に何に気をつけろっての？スーツケースとか。いただき。こら全速力。ムカつくやつ。これはチャンスなのかピンチなのか、どっちなの？それは君次第。とにかくこれが私のオーディションと思ってやるしかない。君ならできる。超自然災害対策本部指令センターより特殊戦術隊第1課機動中隊へ。目標は首都高速5号線4番か北池袋で災害活動を進行中。特殊委員課機動中隊了解。高速入り口は全て閉鎖。諦めてって言ったでしょ。わがままで強情でダダっ子なのに。いいじゃんよ、うちでくらいのほほんと油断しなきゃ疲れちまうよ。じゃあ気取るのやめれば。そう、外であと一瞬誰だかわかんないもんね。去年まで同じ中学だったからさ。その日どうしてその時油断したのか。月野だな、やっぱり傘忘れたんだ。はいはいはい。私はうりゃー、ほら忘れ物だ。私は今まで絶対にしなかったミスをした。おお、おお、ケーキくん、うんうん、ケーキ先輩、うん、キリュウ兄さん、うん、おはよう兄さん。なんで水原俺のベッドに。いや、とうとう兄さんのシスコンが火を吹いたのかと。毎度寝ぼけて兄さんのベッドに入るのはやめなさい。私恋愛運最高だって。よっしゃー。あ、でも誰が、なんだこれ。パンツなあショーマ、パンツにはどういう意味があると思う。慌てた差出人が落としていったとか。どういう慌て方したら人はパンツを落とすというのか。そもそも文句か。ああ、すいません。ついてめえ。ああ、ついて。
すみません。なんだそれは。だから結婚してあげるって。結婚ってそういうことじゃなくて、お嫁さんを見捨てて行く気なの。お嫁さんがどういうもんか知ってんのか。知ってるわ。半分ぐらい。半分じゃダメだろ。残りは勉強する。誰が教えるんだ。間違ったのか、俺たちは間違ったのか。どこかずれてしまった場所が思い出せずにいる。こんな風になってもまだ。なぜあの人にあんなことしなきゃいけないの。そうする必要があるからだ。この男は長い間眠り続けていた。誰だって寝起きは体のキレが良くない。この男の場合はそれが尋常じゃなくてね。あの人普通とは違う。フラン様、我々は裁判官ではありません。どちらにせよ彼らは死ぬのです。それを利用してちょっと楽しもうというだけのこと。我々は今彼らの命を助ける力を手にしている。なぜその善なる力を行使することをためらうのか。俺はやる。よせ、後悔するぞ。ゲームなんでしょう、伯爵。死ぬ。姿勢に戻るなかりしか、電光に外るなかりしか、気力に欠くるなかりしか、努力に恨みなかりしか、不祥に渡るなかりしか。海の底から出現する謎の鑑定部。アドイス、我が輩に続け。遅い遅い、頑張って夏場、あと少し。真珠で抑えていた者どもが活性化してきよったのじゃ。今さらそんな顔しても無駄よ。間違ってもこやつに触れようと思うな。人の手にはつかめぬし、笑うほどではないが汚れて終わるだけ。うへえ、バッチ。駅なんてないぞ。うん、誰かに聞いてみるよ。誰かってイタリア語もできないのに大丈夫？なんとかなるだろ。じゃあ切るぞ。じいちゃんは民族学者で。わさっとしてないで早く継ぎなさい。いや、そろそろやめとけよ。この程度のワインで私が潰れるとでも。いや、だから表情一つ変えないなんて鈍いにも程があるわ。牛じゃあるまいし。
だからさっきも言ったけど、それは俺じゃない。俺たちを守ればあいつが完全に戻ることはない。貴様、神であるわしを使おうというのか。俺も神と取引するなんて初めてだけど、悪くないだろう。いいだろう、面白い面白いぞ人間。篠宮が相手にするはずもなかろう。テントするつもりなんですか。もちろんです。ペキ、血迷ったか篠宮。そんな顔も知らない相手の誘いにホイホイ乗るなんて。勇気を振り絞ってこんな情熱的な恋文をくれる方です。きっと好きになってしまうに違いありません。バカな、そんなことが許されてたまるか。どうにかして篠宮を止めなくては。俺以外の男とデートなんて行くな。あら、あらあら、私が他の人。言葉通りの意味だ、マイル。ギエー、ヤスリ七花、キサクシトガメ。好きな運命を共にする二人が出会ったのは、まだギャフンという言葉が古くなかった時代、睦月中旬のことでした。